ご機嫌うるわしゅ、学園長先生。うん。こんな私にどうしろと。今の私は悪役令嬢グレイス・オーベルヌ。アンナ、まだ先生のお話は終わってませんわ。はい、すみません、私ったら。というわけで私は今なぜか異世界にいる。王立魔法学園を舞台にした乙女ゲーム、マジカル学園ラブ&ビースト。攻略対象となるのは彼らイケメン生徒会メンバーである。私が生徒会会長のビルジール・ビエルジだ。マルシー、オーギュスト・リオン、え、リシャール・ベルソン、ピエール・ジェモン、よろしくお願いします。名前なんだっけ。カタカナの名前を覚えきれないケンザブローであった。つまりこのゲームの目的は彼ら攻略対象の誰かと主人公であるアンナが恋を成就させること。悪役令嬢グレイスの役割はその恋路を邪魔すること。もしかして手を抜いているんですか。いい音するからつい。たとえどんな人物に転生しようとも私はその世界での役割をきっちりと果たすつもりだ。この公爵令嬢の中身がおじさんであるという違和感、まだ周囲には与えていないようだな。